新聞社でインタビューを受けた直後の森ロバートソンです。何？また炎上してるじゃないか。ちょっと見ない間にさ、みんなちょっとこう敏感になりすぎない？多分ね、これはね、ステイホームが長すぎてみんなこうちょっと退屈してる、エネルギーが有り余ってる。だからこそ外に出てたまにはね、ソーシャルディスタンスを保ちつつ遊ぶこと、楽しむこと大切ですよね。ということでですね、10月18日、上野恩賜公園の野外ステージでガラフェスが開催されました。そこで私回しに行きますので、皆さん距離を空けつつ一緒に楽しみましょう。よろしく。皆さんこんにちは、平川一丁目です。こんにちは。僕らは、今月18日日曜日に、上野水上音楽堂にて開催されますガラフェスに出演いたします。ぜひ会いに来てください。会場でお待ちしてます。マイクロフォンナンバー1と島倉の狂犬、値がつまりんかりん AKA 西あたい、そして我らがマイクロフォンナンバー2、団地生まれたいすらちゲットゴンでそちらはチャンチャラです。我々が5号で世界に音を発信する制御不能の国のステージハイパーリーダー、はい。ガラフェスに私たちハイパーヨーヨーも出演させていただくことが決定いたしました。この日は高野真ん所親方をバック DJ に迎えてみんなで楽しみたいと思いますので、感染対策をバッチリしてみんなでぶち上がりましょう。それでは10月18日会おうね。みんなに幸せな雨を降らせます。私たち雨降らしです。いやー、私たちをガラフェスに呼んでくださりありがとうございます。ありがとうございます。3月からね、延期になったガラフェスですがね、すいよいよできるということで、私も楽しみですね。もう嬉しいね。てかさ、気合いの一言言ってやれ。おっ、めぐりさん、え、はい、という感じで私たちは雨降らし頑張ります。頑張ります。どういう感じだよ。以上、みんなに幸せな雨を降らせます。私たち雨降らしでした。頑張ります。ガラガラフェスフェス。どうもどうも、イムでーす。この度我々は、はい、10月18日、上野水上音楽堂で開催されるガラフェスに出演させていただくことになりました。野外フェス、野外フェス、野外フェス、めちゃめちゃ楽しみですね。大好きフェスね、はい、ということで皆さんにお会いできるの楽しみにしまーす。待ってます。皆さんこんにちは、上崎しおりです。この度10月18日ガラフェス上野水上音楽堂に出演させていただくことが決まりました。当日皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。待ってます。皆さんこんにちは、仮面女子高補生です。10月18日に上野野外ステージで開催されるガラフェスに仮面女子高補生が出演させていただきます。当日は盛り上げるので、ぜひ応援よろしくお願いします。せーの、待ってます。 N と O と B という、ノブ今だからこの歌を、全部人のため、いや人のせい、我らが歌う己のため、あみせ人のため言って飛び込まなけりゃ自分のせいにもできなくなるね。はい、というわけでですね、10月18日、上野水上音楽野外ステージガラフェスエキサイティングハロウィンということでですね、栃木からソーシャルディスタンスを保ちながら県をまたいで、参加させていただきたいと思います。当日は安全に安心で様々な音楽で楽しみましょう。よろしくお願いします。よし、10月18日は上野恩賜公園野外ステージでガラフェス、俺たちカタリングサーフロムアジオカスカドぶっ込みに行くんで、ちゃんと遊びに来てくれよ。久しぶりの2日でございます。ガラフェス、いや、もうカタリングさんです。ガラフェス、ガラガラのフェスなんでね、ソーシャルディスタンス超保ってるんでよかったら10月18日遊びに来てください。ラストパワーライ。それでは10月18日は集まりましょう。ガラフェス、カタリングさんでした。ありがとうございました。ネコマです。犬です。リリです。私たち妄想名言作チョコレートです。私たちがなんとガラフェスに出演させていただくことになりました。ありがとうございます。ガラフェスのためにめちゃくちゃ練習いっぱいしています。
緊張しますが、皆さんぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。会いに来てねー、お願い。チケット、豪華競合アーティスト続々とブッキング中。2020年10月18日日曜日、上野恩賜公園野外ステージ。前売りチケットは楽天チケットで絶賛発売中。未曾有の事態に度重なる延期、4度目の正直、本当にやれるのか。ガラフェスエキサイティングハロウィン、ご期待ください。ガラガラフェス。